フェンダーストラトキャスター、ストラトキャスター、ストラトカスターは、フェンダー社が1954年から発表、発売を行っているエレクトリックギターの機種、同社社長のレオ・フェンダーらによって開発された。ギブソン社のレスポールモデルと並ぶエレクトリックギターの代表的な存在で、現在は、フェンダー社の2つのブランド、フェンダー、スクワイヤから販売されている。 ストラトキャスターの基本構造は、同じフェンダー車のテレキャスターを発展させたものと言える。従来のギターは、ボディとネックを二革などで接着して製造されていたが、テレキャスターは両者を、木ネジで結合するという大胆な設計になっており、ボルトオンネック、大量生産を可能にした。ボディは、一人焼き目の関係で切り出した木材を接着したもの、ボディの心、または、 中心から左側にずれた部分で木取りをして、接合した2ピースボディ、ネックを接合する部分を中心に、両サイドを挟むようにして、木材を接合している3ピースボディ等が存在しているをなしており、内部に共鳴部、空洞部分がない構造である、ソリッドボディ。ボディに共鳴部がないため、大音量で演奏してもハウリングを起こしづらい。 ボディとネックは角度を持たずに接合されており、ヘッドとネックも角度を持たずに成形されている。ストラトキャスターはそれらテレキャスターの構造をほぼそのまま受け継いだ上でさらに簡略化が図られていた。具体的にはピックアップやボリュームやスイッチといった伝送部品を樹脂製ノックガードにまとめて取り付け、これをボディ表面に木ネジで固定するという方式の採用である。 テレキャスターはフロントピックアップはボディに直接固定、リアピックアップはブリッジプレートに固定、ポットとセレクターはプレートに固定。そのため、ジャックを除けば伝送部品全てがポン付けできるようになった。この簡略化のおかげで、ボディやネックの加工と伝送部品の配線をそれぞれ別工程にすることが可能になり、後年のコンポーネントギター、ボディやネックや伝送品などを 純正以外のものと交換して作られた改造ギター、登場への道を開くことにもなった。ストラトキャスターはテレキャスターと同様、本来はカントリーミュージックなどで使用することを想定して設計された。シンクロナイズドトレモロ、講談で解説もカントリーやハワイアンで多用される、スティールギターのスライド双方に近いサウンドを出すのが本来の目的であった。 ボディ形状もテレキャスターが母体になってはいるが、より工夫が施されている。高音部の弾きやすさに影響するカッタウェイはテレキャスターと変わらないが、ストラップを使用した時のバランスを改善するため、低音源側のボディを上部に伸ばしたダブルカッターウェイシェイプが採用されている。このシェイプは1951年に発表された同社のプレシジョンベースのシェイプに大きく影響されている。 同製品は、ボディの大型化のバランスを取るため、テレキャスターの低音源側の角を伸ばしたデザインが取られた。さらに、ギターを構えた、サイの体とボディの当たり具合を改善するため、腰や肘の当たる部分が大きく、曲線的に削り取られてを、コンタードボディと呼ばれる、ボディ全集の角もテレキャスターに比べ、丸く削られている。ヘッドはネックに対して、角度を持たず、 平行に成形されている。また糸巻き、ペグはギターを構えた際の上部側に一列に配置されている。そのため、1弦側と6弦側で弦の角度、弦がナットに圧着される度合いが大きく異なってしまい。そのままでは演奏する際の弦のテンションが1弦側と6弦側で違和感が生じる。これを補う目的で1弦側、1弦と2弦。 または1弦4弦などにストリングガイド、弦の角度を大きくするが取り付けられている。ヘッド部の形状は、テレキャスターに比べて大型化しており、大きく分けて、スモールヘッド、プレ CBS と、ラージヘッド、ポスト、CBS の2種類が存在する。初期60年代半ばまでは、スモールヘッド、その後は、ラージヘッドという流れであったが、1985年の、 CBS 撤退、フェンダー車の再構に伴う品質の再構築の流れを受けて、スモールヘッドが一般的なド形状となり、ラージヘッド形状はポスト CBS 機を彷彿とさせるバリエーションとして製造されるといった形となり、現在に至る。装着されるペグ、糸巻きは F キーと呼ばれる F の字がプレスされたもの、クルーソンタイプやロトマチックタイプ、ロック式など、 数種類が存在する。ストリングスガイドを使わなくても良いように弦を巻く軸の長さが1弦側が短くなっているタイプもある。アフターマーケットでは様々なものが手に入るので好みのものに交換できる。例フレットのない一般的なものである。アフターマーケットにはブラシ製やデルリン製といった様々な材質やチューニングを正確にする工夫をされた変形品もある。また、 弦を受ける部分にローラーが使われたローラーナットというものが存在し、ジェフベックモデルやアメリカンデラックスシリーズに採用されている。ピックアップは通常、シングルコイルを3つ、フロントイコールネック側、ミドルイコール中央、リアイコールブリッジ側搭載していて、スイッチで切り替えることができる。工場出荷時の配線状態では、つまみは3つ、ピックアップに近い方から、 マスターボリューム、フロントトーン、ミドルトーン。従来はリアピックアップにはトーンコントロールがなかったが、近年のモデルではミドルトーンがリアピックアップのトーンコントロールを兼ねている製品、アメリカンシリーズ等ある。ピックアップの切り替えスイッチは、初期にはフロント、ミドル、リアの3ポジションだったが、ハーフトーン。 二つのピックアップを利用しミックスしたサウンドを得るためサードパーティカゴポジションスイッチが発売された後、現在では製造時に5ポジション、フロント、フロント、ミドル、ミドル、ミドル、リア、リアが採用されている。アンプへのシールドケーブルを接続するジャックは、テレキャスターはボディ側面とプラグが垂直に接続される方式だったが、ストラトキャスターではボディ表面に対して、 プラグが斜めに接続れるよう工夫されている。ストラトキャスターの革新的な特徴の一つがシンクロナイズドトレモロユニットとフェンダー車によって名付けられたビブラートユニットである。実際にはビブラート効果、音程の変化を出す目的の装置でトレモロ効果、音量の変化のためのものではない。これはブリッジ部に取り付けられているトレモロアームと呼ばれる棒を ボディに向かって押す、あるいは調整して、それを可能にした上で引いて、ビブラート効果を得るものである。トレモロアームはねじ込み式で取り外すことができる。ブリッジはテールピースと一体で、ボディ裏側にスプリングがついており、弦の張力と拮抗してブリッジ及びテールピースの位置を維持している。トレモロアームの操作で、ブリッジとテールピースの位置を移動させて、 弦の張力を変え、音程を変化させる。バネを利用したビブラートユニットはすでにビグスビー社などによって開発されていたが、シンクロナイズドトレモロは構造の単純さ、音程の可変幅の大きさ、チューニングのクレイの少なさなどで群を抜いていた。初期モデルはブリッジに手が当たらないよう、金属製のブリッジカバーを装備していたが、現行モデルでは省略されている。 開発時、ビブラートユニットの追加はセールスからも強く求められた。完成直前の段階で、それまで予定していたビブラートユニットに深刻な欠点が見つかり、サスティーンが非常に不足したしすでに型も制作され、発注済みであった部品を廃棄する羽目になり、そこで一から設計をし直し完成したのが、シンクロナイズドトレモロユニットである。ボディ材は、 1954年の発売当初はアッシュを用いていたが、後にアルダーや少量だが、アメリカンバスウッドも用いられるようになった。アッシュは音の立ち上がりがよく存在感がある。アルダーは中域に特徴がある。アメリカンバスウッドは音質に癖がないといったように、それぞれの木材には音質に特徴があり、用途や好みによってユーザーに先行されている。ネックは、 発売当初はメープル1ピース、指板を持たない一体成形が主だった。しかし、指板面の塗装が剥がれると、汚れが目立つというユーザーからの要望もあり、メープルのネックに、はからんだとも呼ばれるローズウッドを指板として貼り付けたネックが採用されるようになった。それと、並行してメープルのネックにメープルの指板を貼り付けたタイプも一時的に生産された。この仕様は、 ハリメープルと呼ばれ、ジミヘンドリックスが使っていた影響から、現在では陳上されている。現在では、メープル1ピース、指板が白っぽいと、ローズウッドなどの指板を張った、タイプ、指板が黒っぽいと、両方が製造されている。同一の材で製作した場合、テレキャスターに比べるとやや柔らかい音という評価がある。これは、ボディ表面側が、ピックアップや、 伝送類を収納するために比較的大きく削られており、その上に樹脂製ピックガードが取り付けられ、さらにシンクロナイズドトレモロの機構を収めるための空間、スプリングキャビティも存在し、セミアコースティックギターに似た構造であるめと言われる。ボディ裏に貼られたスプリング、シンクロナイズドトレモロの機構の一部が弦の振動に共振する点も、 ストラトキャスターの音質に影響を与えているという説もある。三つのピックアップは同じ部品だが、取り付け位置の違いにより取り出される音質は大きく異なる。ブリッジ、リア側は広域が強調され、ネック、フロント側は逆に広域の成分が少ない、甘いになる。ピックアップセレクタースイッチをブリッジミドルあるいはミドルネックの中間で止めて、 音をミックスさせる、いわゆるハーフトーン、ガラスの弾けるような繊細なトーン模様をできるため、サウンドのバリエーションが広い。ギブソンレスポールに搭載されているダブルコイルのハムバッキングピックアップと比べると、シングルコイルピックアップは出力が弱く、帯域の広いサウンドが特色だが、マーシャルに代表される大音量のアンプや歪みエフェクターとの組み合わせにより、 ディストーションサウンドを得ることもできる。ディストーションサウンドが不可欠なハードロックに用いるギタリストも数多く存在する。ストラトキャスターがエレキギターのスタンダードとなる上で最も重大な役割を演じたのはジミ・ヘンドリックスである。1950年代にはハンク・マービン、シャドウズやバディホリーなどがストラトキャスターを使用していたが、九百六十年代半ばには 人気が低下し使用するミュージシャンもほとんどおらず、製造中止も検討されていた。しかし1966年にジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスがデビューして、この状況は大きく変化する。ヘンドリックスは大音量のマーシャルのギターアンプにストラトキャスターを接続し、ギブソン社のレスポールモデルにも劣らないディストーションサウンドを引き出した。また、シンクロナイズドトレモロを活かした。 変幻自在の演奏、アーミングも、相まって、ストラトキャスターが持つロック用、エレキギターとしての潜在能力の高さを見せつけたので、ある。ヘンドリックスの影響を受けて、ストラトキャスターを手にしたのが、エリック・クラプトンや、ジェフ・ベックである。クラプトンによる、ストラトキャスターの演奏は、ヘンドリックスとはかなり対照的である。ヘンドリックスほどは音を歪ませず。 シングルコイルピックアップ本来の音色を生かした彼の演奏はストラトキャスターの新たな魅力を引き出した。ハーフトーン、センターピックアップとのミックスポジションを一般化させたのも彼の功績であるという意見がある。ハーフトーン自体はヘンドリックスなども使用しており前期の意見に反論する意見もある。なお、クラプトンはトレモロユニットを使わず固定しアームを外している。 ヘンドリックスに多大な影響を受け、そのアクロバティックな側面を受け継いだギタリストの一人に、ディープパープルやレインボーで活躍した、リッチー・ブラックモアがいる。彼は、ストラトキャスターの唯一の弱点とも言える、出力不足を、ピックアップを高出力のシェクター製の F500 や、セーモア弾管製の SSL-4、クォーターパウンドタイプと呼ばれる一般的なアングル、 コイルピックアップのボールピースの小道より大きいタイプのものに交換することで補い、ストラトキャスターがハードロックにも十分通用することを証明してみせた。また、ピンクフロイドのデビッド・ギルモアもストラトキャスターを愛用しており、彼の場合は1970年代後半から1980年代においては、ピックアップをリマジオ社のスーパーディスーションに交換して使用していた。 彼のようにピックアップをスーパーディストーションに交換するのは当時の流行であり多くのミュージシャンが模倣している。ちなみにペグをシャーラー社のものに交換するのも当時の流行であった。ジャズ、フュージョン系やブルース系、ソウル系のギタリストの中にもストラトキャスターを愛用するものが増えた。ブルース系ギタリストではバディガイやロバート・クレイ、スティービー・レイボーンなどが ジャズ、フュージョン系では、ハイラムブロック、デビュー当時のマイクスターンなどが有名なストラト愛用者である。こうして、ストラトキャスターは、ソリッドボディエレキギターの定番中の定番として、その地位を不動のものとする。1970年代には、シェクター社などのストラトキャスター用の改造部品を製造、販売するメーカーが登場し始めた。これはすでに見たように、 ストラトキャスターが大量生産される工業製品として設置されていたため部品の交換が容易であったことによる。また、グレコやフェルナンデス、アイバニーズなどストラトキャスターのコピーモデルを製造販売する会社も現れる。1980年代に入ると本家であるフェンダー社のストラトキャスターよりも高価な材料を用い、高精度な工作によって製造された 高級なストラトキャスター派生モデルが一般化する。また、1970年代末に登場したギタリスト、エドワード・バン・ヘイレンが自作の改造ストラトキャスター。ストラトキャスター型ボディにハムバッキングピックアップをダイレクトマウント、クレーマー社製のネックを装着を使用していた影響もあり、ハムバッキングピックアップをリアにマウントしたストラトキャスター派生モデルが大流行する。現在では、 ストラトキャスターにハムバッキングピックアップを搭載するスタイルは定番として多く見られる。これらは英語圏ではと呼ばれるが日本ではモダン ST、カスタム ST 程度の呼び方が一般的である。このストラトキャスター派生モデルは1980年代にはブラッド・ギルス、ナイト・レンジャーやスティーブ・ルカサーが使用していた SSH レイアウト。 フロイドローズトレモロユニットというデザインが定番であり、シャーベル社やジャクソン社の製品が有名であった。この時期、ボディのデザインもさらに多様化し、ジャクソン社が考案したディンキーモデル、一回り小さいサズやピックガードレスデザインなどが広く普及する。1990年頃からは、スティーブ・バイがアイバニーズ社に作らせたシグネチャーモデル、 リンキーボリ HSH レイアウトの影響もあり、フロイドローズ装着型のストラトキャスター派モデルの定番は HSH レイアウトへと変化する。1980年代はストラトキャスター派生モデルの前世紀であった。しかし、ハードロックブームの収束とともに、ストラトキャスター派生モデルの人気も沈静化する。新たにストラトキャスター分野の人気商品となったのは、 フェンダー社が展開した有名ギタリストのシグネチャーモデルである。フェンダー社や日本における代理店である山野楽器はオーソドックスなストラトキャスターを愛用している有名ギタリストのシグネチャーモデルを次々に企画し発売していった。特に有名なものはエリック・クラプトンモデルとイングベイ、マルムスティーン、芝をえぐる加工、スキャロップドフィンガーボードが施されているモデルであるが、 他にも、ジェフ・ベックや、スティービー・レイ・ボーン、ロリー・ギャラガー、エリック・ジョンソン、ロック・フュージョンのギタリストなど、様々なシグネチャーモデルが発売された。これらのシグネチャーモデルは、製造品質においていささかという以上に評判を落としていた、レギュラーラインのストラトキャスターとは異なり、カスタムショップと名付けられた別ラインで組み上げられることが多かったため、 ストラトキャスターの上位モデルとしての役割も担うようになった。中でもミッドブースト回路が装備されたエリック・クラプトンモデルはすでにストラトキャスター分野の定番モデルと捉えられるようになっている。近年はトリビュートシリーズの中で実際に本人が所有したギターを詳細に分析したレプリカが発売されている。スティービー・レイボーンのナンバー1及びレニー。 エリック・クラプトンのブラッキーなどが代表的である。また、1987年にドンレースが開発したレースセンサーピックアップの独占仕様及び販売のライセンスを取得し、供給元はアギ、ライセンス終了の1996年頃まで幅広いモデルに搭載して売りしていた。レギュラーラインであるアメリカンスタンダードは一時期すべてレースセンサーが、 搭載されていたほどである。また、トレモロユニットは新たに2点内笛実施時のアメリカンスタンダードトレモロが開発され、アメリカンスタンダードやアメリカンデラックスに搭載されるようになった。ストラトキャスターはフェンダー社によって商標登録された商品である一方、エレキギターの一つのジャンル名とみなす意見もある。その一方、ストラトキャスターはあくまでもフェンダー社の製品であり、 他社の類似品をストラトキャスターと呼ぶべきではないという意見もある。ジャンルとしてのストラトキャスタータイプとなると、その全てを網羅的に解説することは困難である。以下では、フェンダー社の商品に限って、その現状を解説する。フェンダー社のストラトキャスターは、様々な部品の組み合わせによって無限に使用を増やすことができるのが特徴である。別の言い方をすれば、 組み合わされる部品の種類の方が、組み合わされた製品の種類よりも少ないのである。以下に、大まかな部品構成を示す。これらの部品を様々な形で組み合わせたものが、現在、フェンダーストラトキャスターとして販売されている。大まかな時代に分けた上で、少数生産品などを含めない、レギュラーモデルの主な仕様、及び変更点を示す。 機能や外観に大きく影響しない変更点は省略。ストラトキャスターの中でも製造年の古い個体はヴィンテージと呼ばれ中古市場において高価格で取引されている。2013年にはボブ・ディランが使用した1964年製のストラトキャスタークリスティーズで競売にかけられギターとしては市場最高額の96万5000ドル。 約9930万円で落札された。ヴィンテージ市場は1980年代末から一貫して高等基調にあり、現在ではフェンダー社が CBS 社に買収される以前、1954年から1965年前期までのモデル。プレ CBS と呼ばれるが状態によっては数百万円、またはそれ以上の価格で取引されることもある。 またフェンダージャパンの最初期モデルはジャパン・ヴィンテージと呼ばれ日本独自の中古市場が形成されている。ストラトキャスターの製造初年である1954年製のシリアルナンバー0001の個体はピンクフロイドのデビッド・ギルモアが1970年代から現在まで所有している。2004年にイギリスで行われたストラトキャスターの50周年記念のライブの際も使用された。 ただし、このギターはあくまでも、ネックジョイントプレートにシリアルナンバーが記載されていい、ものとしての1号機であり、これ以前に、ボディリメンにある、スプリングカバー、バックプレートにシリアルナンバーが記載されているものを、含め250台程度存在するので、正真正銘の第1号機ではない。なお、この、ネックシリアル1号機は、ブロンドカラー、ゴールドパーツの特注品である。 昇進証明の第1号、バックプレートシリアル0001機については、一時、北米のコレクターが所有しているという噂が、飛び交ったがデマと判明し、現在に至るまで発見されていない。バックプレートは紛失しやすく、現行間の手順を簡素化させるため取り外して引くプイヤーが多く、さらには、容易に取り替えが効くため、事実確認が困難。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。